私どもの実践研究助成は1年間でございますと50万円の一般助成と、それから2年間の150万円の助成ということがあるわけでございますが、この助成に加えましてですね、私どもの特色といたしておりますのは、大学の研究者専門家の方々にですね、学校現場の取り組みに対してアドバイザーをしていただくということを、まあ大きな特色にしているわけでございまして、2年間の実践研究活動を終えた第42回の特別研究指定校6校の発表をしていただくということになるわけでございます。すべての教科の基盤として情報活用能力というのが挙げられたわけですね。多くの子どもたちの豊かな学びの実現につながっていくものと期待しているところでございます。古河市立上尾野小学校の実践の発表を行いたいと思います。話をしたりというのが苦手な子どもたちが多い中で、タブレットをうまく使ってプレゼンテーションをする場面を仕掛けていくことで、最初に iPod Touch を50台導入させていただきました。この研究の中で研究としての各活動の長所あっても良いと考えています。むしろその方が少し気になる部分が出るので、生田高校としては2番目のですね、仕事の、まずこれから流す映像をご覧ください。人は自立して自らが生きていくと、道具は道具である。ただ道具が道具を超えていきそうな現代において、ますます自立した生き方というものを求められるんじゃないんだろうかなというふうに、私ちょっとそんなことを思わせていただきました。実践研究が継続発展するということを願っていますし、非常に大切なことだというふうに考えています。プロセスをきちんとたどっておられるということを示しているものだと思います。教育実践におかれましては、やはり問題を解決するというプロセスが重要になってきます。問題は非常に複雑です。学校ごとに異なると思います。それをうまく解きほぐしながら、それぞれの学校がオリジナリティを持ってその課題に取り組んだかどうか、ここが評価のポイントとなっております。研究テーマ、教員の英語の指導スキルを向上させるデジタル指導案の作成、おめでとうございます。研究の終わりは次の研究の始まりであるということを胸に刻みまして、今後とも外国語外国活動の授業実践に努めてまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。プログラミング教育におけるカリキュラムマネジメントって言ったらいいんでしょうかね。そんなようなこの CDE を回すというサイクルに入ればいいな。でも最初は AB、 この図で言うとね、そんなようなイメージでこれから先2020年度に向けて、アプローチをしていくことを私は進めたい。課題設定したものについて課題解決をしていっています。